始まりました。はい、よしこチャンネル始まりました。あっち見てくださいよ。始まりました。今日はですね、はい、よしひこさんの大先輩ですよね。大先輩です。で、あの日本記録ですね。連続そこ行っちゃう。行っちゃう。33試合止めた方といえば誰？エモさんです。ということで、はい、エモさん聞いてください。よろしくお願いします。せーの、本日のよろっこ。コロナに負けないプレイボール。よろっこ。やっと呼んでくれたよ。いや、やっと声だけ俺に出がしてきといて、それであと知らんか、それなんだけど。すいません、これはいかんやろ。すいません。で、これエモさんね、お土産なんですけど、焼きサバ高菜っつって、なんか福岡のタコト、はい、そうです、はい、福岡の有名な居酒屋がですね、私の YouTube 専用に作っていただいて、夏に食欲が出るようなパスタでもチャーハンでもおにぎりでも何でもいけますんで。あ、それ嫌いじゃないですか。俺、いや、タコ菜大好きだね。あ、サバ、サバ向こうよ。今一瞬止まりましたね。いやいやいや、あのほら、いやいや、もう思い出したね。鉄鍋餃子で、はいはい、いつも食うときは、はい、高菜を一緒に食うじゃないですか。はいはい、餃子で、はいはいはい、高菜ってのはもう俺に任せよ、あんな。そうそう、よかったですよね。お土産でお持ち帰りいただきたいと思います。すいません。そうだそうだ、はい、ぜひよろしくお願いします。もらもら、なんでももらうよ。最近最近くれる人いないからね。最近景色臭いやつが多いから怖いでよ。今回夏祭り、うん、阪神祭ですよね、うん、まず岡田さんから来て、田尾さん行き、武さん行き、さん行って、今日はもう大御所です。それ順番が違うな。いやいや、そのメンバーやったら。おいしい。待ってました、待ってました。それから言っていいですか。でもさ、あのね、こちらの事情があるんです。事情があるみたいな。このメンバー今聞いたら俺がとはおかしいな。で、一番最後の鳥ですから。何が鳥よ。それで、誰って今僕が言って、阪神誰？岡田、岡田よ。田尾さん、田尾さん、うん、さんですね。はい、甲子園しか合わないけど。でも行くんですか、甲子園。行く行く、たまに行くよ。放送で。いや、だけど放送以外は今行ってもほらしょうがないから。そうですよ、やってるんないですよ。入れないでしょ、なんか。77 75 75、等違い、年が結構。うちの YouTube の中で江本さんの名前が実は吉彦さんが結構出てくるわけですよ。いろんなやっぱりエピソードがあって、で、吉彦さん曰く、まあ、江本さんにすごく可愛がってもらったとっていう話がちょいちょい出てまして、よその選手で一番可愛いのはここよ。あとは憎たらしさんばっかりだったけど。このね、よしは本当好かれるよ、みんなが。珍しいね、よそは。よそから好かれるの。なんで好かれるのに止めたんですか。いや、だけど、いや、あのところは大下剛がいたよ。大下剛が。あのね、もう本当に恐ろしい男だよ。あ、そうですか。大下さんは1個か2つ上ですか。大下さんはね、確かね、2つ上かな、2つ上、2つか3つ上ですよ。高田茂さん、誰も俺が大学のもう少々してる時から知ってるんだ。江本さん、大学どこですか。いや、俺は法政じゃん。あ、法政ですか。じゃあ、浩二さんがだから1級上や。浩二さんが一緒にいたら、ね、3年間も矢本浩二、田内富田、はいはい、まあ、山中っていうのはピッチャーで、まあ、俺と同期だけど、はい、この3人はまあ一応有名じゃないかって、ドラ1で法政、サンバガラス、サンバガラス、ね、サンバカラスじゃないじゃん。サンバガラスだ、言い方間違ったから。トミさんはでもね、亡くなったからね。あ、トミさんですね。トミさん一番オーラがよう。つまり、吉彦さんから見た江本さんっていう方はどんな方ですか。すぐ可愛がってもらって、よく甲子園の横のなんだっけ、焼肉屋、焼肉屋見たし、あの蕎麦屋行きましたよね、うん、ずっともらって珍しく一緒にご飯食べに行ったりとか、そういう感じ。え、カープなのにですか。そうそう、江本さん。ほんで、我々も広島行くと広島の人がよく世話してくれた。肉屋の藤屋、藤屋とかさですね。プレイヤーとしてはどうだったんですか。だから俺、なんで可愛い可愛いとかっていうのなんで俺のこと止めたんかと思ってるだけで。でも、パレーグ止めたのも、でもさ、長池さんって言うけどね、コンサー行くと、最近歴史をすぐ変えてね、俺じゃないとかいうやつが出てくるんだよ。いや、エモさん、それ、ね、俺知らないんだよ。いや、そう、エモトさんが止められてます。だから、止めてる。1、2を止めてるのが、エモトさんなんです。それでもね、やってる時は全然意識してなかったよ。で、僕もね、1週間ぐらい休んで、阪神、エモさん出たんですよ。あ、そうだった。選んで。うん。エモさん言ってるぞ。そうか。これはね、正直言ったらやっぱしね、
そんなうまくいかんね。でもね、よしはね、せこいことはしなかったな。しないし。人いじるけど、こういうことはさ、するんじゃない。一回もしなかった。それまた、打てないのに降ってくるのよ。まず、ほんとね、カーブはいいしね、はい、これね、見てわかるように。手足が長い。長いっすね。マジで手足長いっすよね。やっぱ大きいですね。長いなんて、まあ、しょうがないじゃない。もう本当に印象深いの。でもう一ついつも言われてるのが、あれ、あのね、本当ね、エモさん忘れてないと思うんだけど、俺忘れてる。年下から忘れてるかな。今の申告敬遠ってあるじゃないですか。うん、フォアボール申告敬遠、うん、要は言ってくださいと、うん、あるじゃないですか。エモさん一番先ですよね。うん、俺はあれ発明したんだ。申告敬遠。申告敬遠だ。いやいや、あの僕に一球で済まして。ほんま仲いいのに仲いいのに敬遠をなんで4球投げなあかんかって言われてぶつけられたんでしょ。ぶつけられて1球で済まして4球もったいない。それもないですよね。球数減らすのに。あ、そうですよ。ひどいマジで。いや、ヨシが出てきて、お前あれやか、ベンチが敬遠のサインが出た。そうそう。俺も一瞬ムッとして、あ、いやいやいや、俺一応言うこと聞かないやんから。そうですよね。俺はだってベンチの采配に文句言ったことないから。はいはい。いや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 、その話も聞かなあかんの。そうですね、期待ですね。その話も聞かなあかんの。まあ、いや、あんまわけ覚えてないけど、誰やったかな、俺監督。だからね、ベンチは敬遠なんて。まあ、そう。で、しょうがないから、まあ、まあ、これ、いいか、当てても、みたいな。でも当て方がやっぱ上手いっすよね、みんなね。あの当時ですよね。うまいこと足やってくれて、うん、それで一塁行ったら、イディ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 って俺でブツブツ文句言ってた。で、痛い痛いって言ったから、人が真由美さんに騙されるなって言われて、外野から、真由美さんに騙されるなって言われて、騙しながら走ってましたよね。通りするってことですね。うん、あれこれおもろかったよな。広島戦が一番おもろかった。面白かったですかね。広島球場でね、小田さんとかいたら、うん、で野崎さん俺、すごいですよ。はい、世話になったよ、はい、ピッチングコーチの。野崎さんのうちしょっちゅう行ってたんだから昼で飯食わしてもらって、うん、で夜になったら試合するんだから。そあ、すごいですね。ヘッドコーチやったらその野崎さん一時期ね。ほんで小葉さんは俺が南海の時のあれ守備コーチだから、はいはい、ね、だからものすごいよくしてくれたわけ、はいはい、南海時代から、はい、野村の元でね、はいはい、小葉さんって怖かったですか。怖いよ。怖くなったか。いや、怖いっす。怖かったやろ。小葉さんってあれ顔がさ、なんか紳士みたいな男みたいな顔するけど、はい、だから耐えて勝つって書くんですよ、うん、久保さんね、うん、色紙に耐えてくる、うんうん、これは選手間からしたら俺たちが耐えてるだけで自分は耐えてないで、そう、すっごい怖いですもんね。でだから結局何回の時に野村野球を覚えて、はい、そうですよね。それで広島に帰って、うん、ところが山本浩二、君がさんね、はい、あの人ら2割5分打てなかったの、ターン来るまでな。そうそうそう、大したバッターじゃなかったの。はい、それ今あんま言ったらいかんな。いやいやいや、多分間違ってないじゃない。いや俺が言ったんじゃない。いや言ったから。いやだけど歴史だから、ただ俺って低迷してたわけよ。まあ大したバッターじゃないことない、大したバッターだったんだけど低迷してたんだよな。で小葉さんが帰って、そうルーツが監督やって、そうそう、で僕が入った年も小葉さんは守備走塁コーチだったんですよね。でルースが6月ぐらいで喧嘩して帰って、久保さんが帰って、そこからずーっと赤ヘル旋風って。そうあれでだって広島一番さ、やっぱりあれよ、ニュースとかセリエグのお荷物級だったんだ。 それが久保さんの時に生き返って、東映の方だって。僕ね、その東映の話聞きたいんですよ。あ、聞きたいですね。焼きサバ高菜のですね、今日はですね、味一遥さんの方にですね、うん、焼きサバ高菜パスタ作っていただきましたんで、これね、はいはい、あ、美味しそう。はいはいはい、ちょっと食べてみてくださいよ。シソをパスタってですね、ご家庭でもですね、こんな感じでやっていただければいいかなと思うんですよね。いい匂い。焼きサバ高菜パスタ合いますよね。ビールを飲みながらね。ああ、なるほど。プロ野球を見ながら。うん。抜群やね。ああ、この夏はそれで乗り切ろうということですね。サバが引き立つ。ということで、ゆしこさんの焼きサバ高菜パスタの食レポです。うんうん、レッツゴー。
明日もまた見てください、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろぴこ。